皆さんどうもピーマンです。今回は俺と横浜の143日物語実況15回目になりますぞい。今回から巨人3連戦が始まります。今季初めて戦った時はね3勝0敗、巨人を3立てして非常に気持ちのいい感じになりましたね。このカードも勝ち越しでね、いやー今回も3立てでいっちゃおうかな、それぐらいのつもりでいこうと思いますのでね。逆にこのカード負け越しで終えちゃうとですね、巨人と横浜の順位が逆転し、私横浜がドベになっちゃうのでね、それだけは絶対に回避していかなければならないんです。そうなんです、よろしくお願いします。前回の動画でね、長い連敗をようやく止めることができた6連敗で止めたね。はぁ、もうきつかったからね、もう思い出したくないからね、この巨人戦勝って2連勝といきましょうよ。このカードはね、3戦、どれも監督プレイでね操作していきたいと思いますので、1戦目はチームが得点のチャンスになると私ピーマンが監督として指示を出し、チャンスでしっかり打ってもらいましょう。さて今日のベストオーダー、まず先発石田、調子が悪い。石田、いや今日は伊能だな、伊能くんだ、絶好調の伊能くん、ちょっとローテーションをずらす感じにはなりますが、伊能くんでいけるでしょう。そして打つ方では、ロペス絶好調、いいね。ロペス、じゃあ今日も打順、あーでもサードの宮崎、サードがちょっとあれだな、ちょっとねサード筒香にしてみようかな、ちょっと守備能力には不安があるが、ちょっと筒香をサードにして、で今日レフトの田村を入れて、田村6番で使っていこうと思う。今日このベストオーダーで戦っていきますわ。田村今季スタメンは初めてになるね。まあ大丈夫でしょう。まあここまで全然打ってないですけどね。まあでもいるじゃん、そういう人。代打で、打てなくてスタメンになると途端に打つ人って。俺はそう思ってるから。田村はもう試合に出れば打ちますから。その出るのが一番難しいんですけどね。よく怪我する選手ですから。まあ菅野相手ね、たくさんヒットを量産してくれること願いましょう。菅野なんて横浜からしたら全然怖くないからね。なんだかんだ言って負ける投手ですから、今季もそうだったよね。防御率1点台で負け越してるからね、これも前代未聞ですよ。横浜がね、前半戦首位ターンでして、後半ドベになった。それも前代未聞だけど、それ以上に前代未聞なのがこの菅野だよ。恐ろしいよね。なんだかんだ言って最後に負けるのがこの菅野なんだよね。悪は負けるんだ。さて、ボコボコしていこう。井野くん頼むよ。防御率は 1.86。素晴らしいピッチャーだよ。エース対決ですからね、打たれてほしくはないね。よし、いいぞ。まず1回はもう三者凡退でしょ。はい、素晴らしい。巨人から漂うこの暗黒臭、半端ないね。打線に強さを感じないんだけどな。おお、いきなりチャンス。ここで絶好調ロペス。もう絶対1点入るよ、これ。さて、ロペス何で行く？長打狙い。やっぱね、このロペスと筒香には長打を狙った結果シングルヒットになってほしいんだよね。シングルヒットを狙ったシングルはこの二人には求めてないので、こういう場面でも長打狙いで行ってみましょう。うわ、コントロールがいいな。絶好調なんでね、打てると思うよ。勢いがある。はい、この打球はうわー、えぐいな。しかしファウルか。どうだ、よしよし、詰まった打球は落ちない。太田がショート守ってんの？坂本は？は？太田がショート、恐ろしい時代になったぞ。俺の知ってる巨人はもういないね。残念、悲しいね。そういう坂本いないと思ったら太田がショート守ってるよ。なんだこれ、怖え怖えよ、怖すぎるよこの光景。さて、またチャンス作ったね。2イニング連続チャンス、素晴らしい。峰君ね、打っていこう。菅野打てると思うよ、ここでも。コンパクトだな。いやー、コンパクト長打だな。次ピッチャーの井野君なんでね。ああ、マジっすか、まさかの展開。峰井、菅野からのトゥーランホームラン。おいよ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 。あ、いかん。俺、この世界知らないわ。ごめん。太田がショート守って。で、この峰井君が、菅野がトゥーラン打つ世界。知らん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 。知っていいわけない。こんな世界あるんだね。パラレルワールド迷い込んでるよ、今。びっくりしてる。マジか、マジなのか。すごすぎるね。最高すぎるよ。いいぞ、いいぞ、ナイス。これはびっくりした。ホームラン、長打狙いで行ったけどさ、もう出ればいいな、出ないと思うけど出ればいいなっていう感覚で行ったのよ。まさかの本当に結果に応えてくれるっていうね。最高ですわ。おいおい、峰井4番にしてもいいくらいだぞ。おー、井野くん頑張れよ、踏ん張れよ。嘘ー、いかんいかんいかん。よーし、危ない、1点やっちゃったよ。井野くん踏ん張って。お、またチャンスで来るんじゃない、峰井。あー、惜しいな。ダメ。この1点を守り抜く。いけるでしょう。とりあえず5回の表ね。パーフェクトピッチング。ナイス、いいね。1番梶谷がチャンスを作っていこう。1番梶谷が、
全然起動してくれないな。お、フォアボール、ここで筒子。来たよ。ミネが打ったんだから、お前打てるだろう。ねえ。もう4番変えなきゃダメだよ。筒子はね、チャンスでね、打ってくれないんだ、今んとこ。俺、きっちりとこういう場面で決めるバッターをね、期待しているんだ、4番をね。今のままだと、ちょっとミネ君に奪われるよ、その立場。うわー、ゲッツー、うわー、マジか。片岡、え、片岡だよね。くそ、なんちゅう守備しとんねん。抜けたら1点だったぞ。さて、伊野くん、6回も行こう。うわ、大谷ヒット、まずいんじゃない？うわ、嘘だろ！イエス！イエス、頼むよ！うわ、イエス！危ない、危ない、危ない！頑張ってくれ、伊野！これはちょっと怖いな。怖い、このイニング怖い。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ミネくん、頼む、打ってくれ。イエス、イエス、イエス！ミネ今日3打点、オーマイガー！ミネピール！わお、わお、わお！はい、はい、もうセリーグ、最強キャッチャーは、阿部でもない。阿部でもない。阿部じゃない。ミネイです。やばすぎる！マジか、ミネイ時代突入じゃねえか、お前。これはやばいぞ。これはやばいぞ。もう今季のベストナイン、ゴールデングラブ全部ミネイで決定だね。3打点、今日いなければ1点も入ってないもんね、ミネイ。うわぁ、すげえな。こういうとこで打ってくるのは素晴らしいよ。さて、伊野くんね。いや、もう今日は変えていいね。ここは代打でしょ。代打行こう。調子のいい、誰で、後藤で行こうか。今日はもう送っていいね。あの、中継ぎ勢がみんな調子いいので、伊野くん6回投げて1失点。最後のピッチングだよ。さて、長打狙い。ここも長打狙いのバッティングだな。うん。初球ボール。さあ、2球目は何か。本当に素晴らしいわ。後藤、お前も打てよ。出番がないぜ。打てない人間は横浜にはいらないんだよね。これは残念なことなんだけど。いらないんだよ。さて、ピッチャー変えていきましょう。ここでね、加賀くん、加賀くん、まあ、加賀くん、三島くんでいいかな。三島、三上、山崎、この流れだね。もう絶対1点入らないと思うよ、これ。絶好調だからね、ここから負けるということは俺の中ではないことかな。で、守備固めはね、じゃあね、もう守備固め送っていいでしょ、これだけの点差なら。うわ、守備固め送ろうとしても、まともな守備持ってんの。あ、じゃあ山崎をサードに入れようかな。ほんで、サード筒子も変えましょう。んで、それ以外はまあ、このままで OK だね。あ？イエス！頼むよ。は、イエス！2アウトランナー2塁ね。イエース！ナイスナイスナイス！ちょっとフォアボール与えるのはダメだけど。まあ、結果的に0なら全然問題ない。おう！またチャンスできたね。3対1、2点差か。2点差ならまあ勝てるだろう。いけるいける。連勝といけるよ、これは。もう本当に今日はミネイがいなければ勝ててない試合かもしれない。いや、本当だよ。だって全打点ミネイだもんね。その他のやつは全然打とうとしないからな。いいね、得点圏でもうクソのような凡退をね、するような選手がいる中、これグリエルとかね、いる中、ああやってちゃんときっちりと決めてくれるも、これはね、監督からしてはものすごくありがたいことですよ。最高すぎるよね。さて、行こう。ここでも打ってくれ。ここでも山崎打て。筒子はもう変えたからね、今日は。長打狙いのバッティングで。うん、打てないね。打てる気配ゼロだね。はい、オッケー。クソみたいな三振ね。帰れ。まあ、打てないわ。山口は打てんわな。お前じゃ打てんわ。やめとけ。やめとけ。さて、行こう。ここはもう三上ですね。はい、三上、山崎、朝木。これで終わり。この流れで終わり。はい、もう勝った。勝ちです。はい、オッケー。はい、オッケー。で、代打アンダーソン。打てない、打てない。出てきても無駄。はい、打てないって。わかってるんだよ。わかってる、わかってる。そんなのわかってるんだ。おー、田村ヒット。からの。うん。で、ランナー2塁得点圏ね。もう1点欲しいとこかな。やっぱ2点差だとホームラン、2ラン打たれると一気にあれだからな。はい、ミネイ君。今日のヒーロー、ミネイですよ。3打点稼いでるからね。ここまでの試合で2打点で、今日の試合だけで3打点。1試合で抜いちゃったよ。すげえな。ダメか。いや、もういいよ。今日は正直打たなくていい。次のね、試合にエネルギーっていうのは残しておいた方がいいからね。今日はもう無茶しぬな。山崎、朝日。これで終わりね。はい、オッケー。はい、ファーストゴロ。はい、サードフライ。ゲーム、あ、ワッツ村谷ヒット。ワイは、ワイ大丈夫かイエーイ、あぶね村谷ヒット、小林にフォアボール危ない、危ない。ちょっと山崎、ちょっと不安定なんだよなぁ。ちょっと、ねえ。やっぱ抑え、今日絶好調ですからね。もっときっちりと抑えてほしかった。はい、チームはこれで2連勝でございますね。最高の流れはどこまでも続いている。どこまでも続けていかさねばならない。うん。ミネイの今季2号。今日の全得点はもうミネイが上げましたからね。井上が今季2勝目を上げました。山崎今季2セーブ目ね。ありがとう。
本当に素晴らしい。やこの得点圏でクソみたいな凡退する中、唯一打ってくれたのがミネイのみ。その他のやつは全く打たないからね、都合に限った併殺打打ってますからね。もうクソっぷり、クソ号ですね、今んとこ。4番変えてもいいんじゃないね、横浜の4番もミネイでいいんじゃない？俺はそう思うよ。横浜ファンの皆さんどう？それでいいでしょう。うん、そうした方が点入ると思うよ。今日の井野は6回投げて1失点という最高のピッチングでございました。その後投げた三島、三上も抑えてくれた。ちょっと山崎ピンチを招いてね、フォアボールも与えてますが、まあ、結果的にゼロで抑えてくれたらいいでしょう。絶好調でこれだからね。ちょっと、このプロスピの山崎康明、今のところの俺と横浜の、ね、横浜の山崎康明、あまりね、いいように抑えてくれない。新外国人来たね。何？ギグス！おお、すごい名前つきたよ。外国人内野手のね、ショートの外国人を探そう言ってたんですけど、ついに来ましたね。見ていきましょう。チームは2連勝、最高の流れに乗ってる中、この新外国人が来てくれましたから。新外国人補強ですね。もちろん能力が悪ければ契約はしないけどね。補償74、めっちゃ強いじゃないですか。わおわおわお、5200円、200円じゃねえ、安すぎるわ。労働作業、お前ブラック企業じゃないか。ブラック企業よりひどいよ。おほぼ強いね。わあ、でも、この選手はショートしか守れないからね。ショートでこれか。守備能力の低さはちょっと問題だけどね。いや、ギグスいいんじゃない？ 25 歳若いしね。いやいや、早速もう入れていきましょうよ。大事。やっぱ外国人の力は頼っていく。はい、まず一人目のオリジナル外国人、ギグスですね。契約金5200万円なので、安い方ですよ、これでね。まあ、どういう能力になるかまだわからないからね。うん。早速スタメンで使っていきたいと思います。次回の実況でね。能力見ていこう。ギグスの能力は。あれどうなんだ、強いのか。どこにいるギグス。内野手だよね。だら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 。あ、いた。おお、おお、お前ショートでこの打撃力ってお前ベストライン取れるレベルだな。ただバントが下手なのと盗塁下手なのがあるのか。いやでも走塁はね、特殊能力あるし。これはいいぞみんな。神助っ人外国人が横浜に来てくれたよ。最高だね。いやいや、これはもうスタメンでしょ。今ショートはね、クソみたいなやつしかいませんから。ギグスが来てくれたことによって最高のチームが出来上がったけどね。こんなリーグ優勝も余裕でいけるでしょ。早速ですけど1軍に上げましょうよ。あー、でも外国人制限枠があるかな。どうだ。あー、3人、どうしようかな。グリエル外したくない。ロペスも外したくない。モスコーソも外したくねえんだよな。でも外さないと上げれないのか。先発ピッチャー他いいのいる？先発、久保を先発にして、ほんで中継ぎに別の枠入れようかな。やっぱ外国人制限枠は大事。モスコーソには悪いが。ここにね、誰を入れようかな。鏡、まともな中継ぎがいねえな。高橋久則行ってみようか。調子は悪いけどね。調子いいけど、能力はしょぼいけど。久則を信用しようと思う。中継ぎ適正確かあったよね。中継ぎ適正しかないんじゃない？あ、あるね。オッケー。じゃ、これでやっていきたいと思いますので。ほんで、外国人選手ね、先ほど取った、選手ですね。ギグス。これを入れていく。で、誰変えていこうかな。じゃあね。こいつ変えて、ヒューマ変えて。ほんで、ショートに、あいよ、キュンは強い。ほんで、打順だよな。どこに入れるか。5番。いや、5番ロペスだな。6番だな。いや、3番でもいけるな。しばらく様子見で、6番の打順で使っていきたいと思いますのでね。この選手がもう、活躍してくれたら、本当に横浜リーグ優勝間違いないよ。とりあえず今回広島に勝てた、広島じゃないね、巨人に勝って連勝中、最高じゃないですか。次回の実況では4月15日、巨人2戦目、石田とポレダのね、投げる試合をプレイしていきますので、お楽しみに。グッバイ、また会おう。